さあ、ではヒットリン選手さん実況ブレットってこともだけど、今日はこちらのね、デクラン・ライス選手をね、紹介していこうかなと思いますと、まあ、この選手ね、イングランド代表パックから出てきた選手なんだけど、まあ、プレイスタイルがね、ボックスボックスに変わってますよと、今シーズンからね。そして、まあね、ドリブル系のスキルがね、めちゃくちゃ上昇している。まあ、パス系のスキルも上がってると思うんだけど、まあ、彼はね、まあ、俺が思うにね、まあ、守備能力もね、もちろんそうなんだけど、まあ、ボールを運ぶ能力で言ったりね、結構ね、相手のゴール前に飛び出していくプレーとか、そういう能力もね、素晴らしい選手だったんだけど、なかなかね、なぜかこのウィニングイレブンさんにね、なかなか評価されてなかったんだけど、そこがね、今回アップデートでかなり強くなりましたよ。で、そして、守備能力は言わずもがな、ほぼ全て90超えていつつの、なんかスタミナもしっかり90乗っていると、いうことで、まあ、かなりワンタッチシュートとかもついて、本当にね、決定力が上がってるんで、マジでね、欠点がない選手。俺中盤で言ったらね、まあ、ロドリーとライスがね、本当にね、一番今、世界でもトップクラスなんじゃないかなって思うからね、トータルで見たらね。なんでそんなね、最強のミッドフィルダーデクラン・ライスを今回使っていこうと思いますということで、早速試合を取っていきます。さあ、というわけで、チェンしました。目指せ DB1 さあ、対戦よろしくお願いしますと、今回イベントの方で、なんだ?ゴールデンゴールのイベントがあったんで、そちらでやっていきます。さあ、デクラン・ライス平常心、そしてちょっと、ジルーが絶好調でスタメンでいこうか。いや、そうだな、オシメもスタメンできたんで、ジルーとオシメのツートブリいこうか。で、あとは、そうだ、ルナリシモも絶好調、そして、ゴーレツキングも絶好調でアンカル使っていこうか。そして、まあ、あとは帰る人なさそうなんで、後半から帰る感じで。で、こちらのね、選手への指示で、今回デクラン・ライスをあれにしていきます。オフェンシブにやっていきます。ほんと彼はね、守備もね、もちろんいいんだけど、相手のゴール前に飛び出したプレーがほんと最高なんで、まあ、そういうところ見せるために今回オフェンシブで、かなりいい感じなんでね、やっていきます。そこはジールの今日は試合開始も、デクラン・ライスがオフェンシブになってるんで、結構ね、裏抜けとかもやってくれるんで、なんだウィングバック、右サイドハーフ、左サイドハーフにボールが渡った時に結構ね、斜めに入ってくれてる。デコイラン、デコイランってか、そういう斜めに入る動きしてくれるんで。まあ、そこちょっと、行こうか、ジル行っちゃおうか、ジル行っちゃおうか、いきなり行っちゃおうか。あれめっちゃオッケーオッケーオッケー。もう一試合やっていきます。そこは押し目抜けた試合開始と、まさに見た通り、かなりデクラライスね、結構ね、全然顔飛び出してくれる。顔飛び出してくれるってか、顔出してくれる、そのオフェンシブにしていることによって、結構顔出してくれるんで、まあ、結構ロングカウンターある。あ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、結構、ちょっとデクラレス大丈夫よ。デクラレス、いきなりちょっと気になるプレイが出ちゃったけど、これデクラレス、本当にね、このオフェンシブ、マジオフェンシブね、中盤の二人を、なんだろう、一人はディフェンシブにして、一人はオフェンシブするみたいな感じのやり方めちゃくちゃいいと思うんで、あ、ちょっとデクラレス、ちょっとデクラレスね、あんまり稼げてきないぞ。大丈夫か?オッケーオッケー、素晴らしいからの、ちょっとこれアンチクだったな。さすがに無理だな、これはな。オイラス、オッケー、いいよいいよ。デブルーネからの、さあ、右サイドハーフのちょっと上がり待とうか、これ、上がり待って、これシンプルね。シンプルにサッチンクロス持ってるってこいつだね。いくよ。おっしゃー、スカラボール。おっしゃー、もう一回行け。オッケーオッケーオッケー、おし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 。さあ、しっかりここが、なんとかクリアしていく。さあ、そして、デブルーネからの、もう一回デブルーネ行こうか。そして、一旦縦パスぶっ刺しつつのおしめ、しっかり、使いつつクロス上げていくよ。いくよいくよ。カムクライー、オッケー、もう一試合入ってきます。さあ、押し目抜けた試合開始と、さあ、3試合目なんで、そろそろデクラレス頑張っていこうか。ちょ、守備的に来られても困るな、ちょっとな、攻撃点来てくれねえと、デクラレスの良さ見せれねえ。お、ダイス、こういうところで、守備、ボール、あ、ちょ、ごめんなさい、ごめんなさい。こういうところでボール刈り取りつつ、しっかり前線繋げる。なんだっけ?うちのカゼミロ君とかも結構守備能力が高いんだけど、まあ、どっちかというと彼は守備オンリーの選手になってるんだけど、こうデクラレス、こういうところでしっかり、このオフェンシブデクラレス、このオフェンシブデクラレスからの、ちょっとオフサイドだな、こいつな。まあ、しょうがない。そこはジョアン・ヒカルドのフリーキックと、誰だ、ジョアン・ヒカルド。お、あ、いいのか、お前。行っちゃうぞ、固まるで。行っちゃうぞ。あー、ちょっともう一試合やっていきましょうか。そこはグリーズマルから試合開始と、まあ、今度こそね、4試合やってるんで、ようやく、今度こそはもうこのデクラレスの強さを見せていく。さあ、デブリで、ただパスね、ただ、渡してくるよ。あー、惜しい。あ、まずいぞ。あ、ですか、カズミロ、さすがだね。そして、あ、カズミロ、こういうところでね、カゼミロみたいな守備オンリーの選手だと、こういうところで、事故ってしまうことがあると、そういうところね、デクラレスは少ないので、そこをちょっと見せていきたい。俺はキーパーでしたけど、そして、行くよ。お前さ、ほんと思うんで、この言いました。そこはジールドギュラシア言い返しても、今回こそは、もう5試合目なんで、さすがにちょっと、あれだ、デクラレス活躍してもらって困るぞ。そして、アンドルディフェンスしてくよ。俺さ、アンドルド。あー、ちょっと。いや、このネイマル強えよな、正直な。このネイマル、結構強えわ。なんか、よく使ってきてるけど、結構強えな、これ。ティンバー?デクラレス?あ、ダイス?まあ、今のはティンバーから。今の正直ティンバーから。お、やばいぞ。エンバペ、多分ダブルチック。オーレス、また行く。オッケー。お前さ、カーノルド前、ポジション終わってるマジで。なんでさ、まずネイマールを挟みに行った、お前。これでくないです。ここ、守備見せる。ここ、守備見せる。さすがでくらない。素晴らしいです。あ、そして、あ、もうさ、なんでそれ引っ掛けるかな、もう。ちょ、お前、引っ掛けろ、お前、カズミ、お前なんか。おい、行くぞ。お、そして、デクライス、しっかり繋いでいく。そして、アグルド。それはちょっと無理やな。おい、ベリンガムどこにでもいんな、こいつ。おい、デブルネ。おい、デブルネ。オッケー、デブルネ、頑張れ。お、オッケー。そして、デクライス経由、デクライス、常にデクライスを経由していく。そんなビルドアップしていきたい。オッケー、ナイス。そして、
最高だよ。だよ、これ誤差ないよ。誤差ない。そして一旦、アーノルド、お前もっと走れよ、お前にな、お前。なんで今お前緩めたんだよ。バックじゃない、こいつ。悪いです。ユーザーアーノルド、アーノルド。おい、何やってお前。相手の画面を破壊することに、重きを置いてはいけないぞ、お前。しっかりやってくれ。悪いです。あ、わざきさん、取ってほしいな、それな。俺、謎のキックペイトやっていくか、しっかりアーノルド刈り取っていくよ、しっかり治療当てつつところ。ここデクラレス。ここで入っていく動き。素晴らしい。そしてジルからの、ジルかぶれ、ジルかぶれ、ジルかぶれ。おい、デクラレス、お前、どれだよ、今、絶対な。はい、デブレでよし。これ、あれだな。オフェンシブにするとなんか、帰ってあれだな。なんか、デクラレス、あれだぞ。デブレでよりも高い位置を取ってしまってる。これそこはちょっと、ポジション守ってほしいところあるけど、さあ、しっかりデブレで上がっていきつつの、しっかりこうキープしてもらって、シンプルに、アードル使いつつのシンプルに、クズ上げつつの、だんだってこいつだ、ジルだ。そうそうそう、ちょっと、とっさに名前が出てこねえわ。なんか、病気かもしれない、認知症かもしれない。さあ、ノイヤーのゴールキと、さいいとこ蹴ってくるね。ちょっと、カジュアル出たくないな。これはできれば、ツートップに、前プレイしていってもらいたい。オッケー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 。しっかりここで陣形を保っていく。うちはね、やっぱロングカウンターの基本戦術になってるんで、こういうところでしっかり陣形を保っていくと、こういうところで刈り取って、シューバー絶対刈り取れたんだけど、そういうところ刈り取っていき、カウンターしていく。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。全然大丈夫です。オッケー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 。さすがにそんな簡単に手に入ったら面白くないんで。そして、ペリッチからの、カーゼミルからの、デクナレスいくよ、デクナレス。デクナレス、しっかりこれ繋いでいきつつの、これさ、これは無理です。これは無理です。ごめんなさい。これはね、これデクナレス下手とかじゃなくて俺が下手だった。今なしようかな。これネイマル強すぎる、マジで。カズメナです、カズメナですからの、しっかり。あー、もうちょっとパス強くしてくれたら通ったと思うんだけどな。オッケー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 。ナイス、カズメナ、オッケーオッケー。さあ、デブルデからの、デクランライスしっかり上がっていく。ちょっと、ごめん。俺が下手なんだって、マジで。俺が下手すぎて、なんかデクランライスは悪くねえのに、なんか俺が下手すぎるあまり、ちょっとなんか、微妙じゃねみたいになっちゃうの、ちょっと本当に嫌だ。悪いです。オッケーオッケーオッケー。普通に切れるけどね、こんなところでヒールされたら俺。そこはデヨングのコーラーキット。お、やめろ、アドルで。おい、ちょ、なんやこれ。もうちょっと疲れたからやめます。